カーク・サミュエル・ペニーは、ニュージーランドのプロバスケットボール選手。オークランドノースショア氏出身。オーストラリア男子、プロバスケットボールリーグ NBL のニュージーランド、ブレーカーズ所属。身長196センチメートル、体重100キログラム。ポジションは、ポイントガード、シューティングガード。ウィスコンシン大学で1999年から2003年まで。 呂し2000年の NCWA トーナメントではファイナル4に進出した3年時にはビッグ10カンファレンスのファーストチームに選ばれた4年時には平均16.2得点6.0リバウンド3.1アシストを上げてカンファレンスのファーストチーム及びオールアメリカに選ばれた2003年の NBA ドラフトでは指名されなかったが ミネソタ・ティンバー・ウールブズからオファーを受けて、サマーリーグでプレーし、3ポイントシュートを50%成功させた。2003年11月3日、マイアミヒートと10日間契約を結び、ショーン・マークスに次いで、ニュージーランド人として2人目の NBA 選手となった。しかし、その後ヒートから解雇され、リーガ・アッコブの CB グラン・カナリアでプレーした。2004から2005シーズン、 NBA デベロップメントリーグのアッシュビルアルティチュードに所属し42試合に出場して平均12.0得点3.2リバウンド1.4アシストを挙げた2004年12月26日にはロサンゼルスクリッパーズに加入したが4試合に出場した後翌年1月3日に解雇された2005から2006シーズンはイスラエルのマッカビテルアビブでプレーし 3ポイントシュートを47.8%成功させた。2005年10月のプレシーズンゲームで、マッカビがトロントラプターズに勝利した試合にも出場している。マッカビは、この年ユーロリーグで決勝まで進出したが、PBC チェスカ・モスクワに敗れた。2006から2007シーズンは、リトアニアバスケットボールリーグのジャルギリス・カウナスでプレーした。2007年2月14日、 ドイツのアルバベルリンに加入した。同年6月、ニュージーランドに戻り、ニュージーランドブレイカーズに加入した。2007から2008シーズン、リーグ3位の平均24.8得点、4.8リバウンド、2.6アシスト、1.3スティールを上げた。2008から2009シーズンには、リーグトップの平均24.2得点、4.4リバウンド、 2.8アシストを上げた。2010年1月21日、アデレードサーティシクサーズ戦で、自己ベストの49得点を上げた。同年3月、NBA デベロップメントリーグのスーフォールズ、スカイホースに加入、ベーカーズフィールドジャム戦では40得点、8リバウンドを上げた。9月28日には、サイアントニオスパーズと契約を結んだが、 ヒューストンロケッツ戦で14分間出場し、9得点を挙げただけで、10月11日には解雇された。10月26日、ニュージーランドブレイカーズに復帰、2010から2011シーズン、平均20.0得点を挙げた。この年チームは NBL で初優勝した。2011年7月、リーガアッコブのバロンセスト・フエン・ラブラダと契約、この年、 平均14.4得点を挙げた。2012年7月、ターキッシュバスケットボールリーグのテッド・アンから、コール・ジョライラーと契約した。1999年に18歳で、バスケットボールニュージーランド代表に入り、2000年のシドニーオリンピック、2004年のアテネオリンピックに出場した。バスケットボール世界選手権でも2002年大会で、平均16.9得点。 3ポイントシュートを45.5%成功させて4位となる原動力になった。また2006年大会では1時18分点差をつけられていたグループラウンドの日本戦で決勝点となる3ポイントシュートを成功させた。その後も代表でプレーし2009年バスケットボール男子オセアニア選手権では優勝した。 トルコで行われた2010年バスケットボール世界選手権でもチーム2位の平均24.7得点を挙げた。兄のロッドペニリはプロラグビーユニオン選手である。ありがとうございます。